はい、こんにちは、ピカです。今日ね、ステアリングホイールいっぱい溜まったからね、まあ、どういうステアリングがいいのかっていうのをね、説明していきたいと思います。そしてね、新たに2個ね、ステアリングが届きました。これも今日はね、開封してつけてね、やっていきたいと思います。その前にちょっと簡単にね、シムのステアリング、私がね、どんなやつを使ってるかっていうのをやっていこう。まずはね、ファナテックですね。ファナテックの結構新しめのね、ポルシェのステアリングですね。これはね、ここの部分とこの後ろの部分とこのパネルね、あとはここがこれね、別々になってて、全部こう組み合わせられるっていう感じなんだよね。これもね、後ろにアナログのね、スティックがあって、ここにね、クラッチが設定できたりで、さまざまなね、ボタンがついてます。エンジンマップ、トラクションコントロール、そして上下のスイッチですね。ファナテックがいいのはね、こうジョイスティックがね、左右についてるやつが結構ある。こっちがね、デジタルスイッチで、こっちがね、アナログのジョイスティック。ただまあ、あんまり使うことないかな、アナログね。そしてボタンがあって、ピットスピード、ディスプレイの切り替え、ハイビーム、ワイパーみたいな風に、まあね、こうシールが貼れるようになってるっていう感じですかね。あとね、ここが回せるっていうね、ここ回してね、調整できるっていう感じの、まあ、GT タイプですね、のステアリングになりますね。あと、ファナテックはもうこういう基本的なね、もうすごくオーソドックスな、まあ、何もトラブらないね、こう F1 のね、こう後ろにね、パドルが1個しかない、こういうタイプの F1 ホイール。これもね、ジョイスティックが2つついてて、こっちがアナログ、こっちがデジタルですね。まあ、あと、単純にスイッチで、回すスイッチがここにしかついてないのかな、はい、っていうファナテックのオーソドックスなタイプの F1 ステアリング。そしてちょっとね、いろいろついてるタイプの F1 ステアリングがこちらですね。この PS4 対応の、まあ、DD1 についてきた F1 ステアリングですけど、まあ、これね、いろんな色違いとかで、まあ、売ってますね。単体でもこう、このバージョンは売ってないんだけど、他のね、まあ、同じスイッチ構成で売られているものもあります。これもね、裏がね、パドルが3つね、あるっていうね、デジタル、デジタル、アナログっていうね、それが左右にあって、まあ、ここもね、クラッチで設定できるというタイプになっています。ここに回す、ね、スイッチがあって、ここでミクスチャーとかも変えられたり、まあ、ブレーキバランス、前後ろとかもあったり、こうね、くるくる回る、マップを変えるとかっていう、モードがこういう風にね、できたりとかしますね。これも上下スイッチがついていて、まあ、さらにここにね、同じくジョイスティック、スティックがついてるっていう、アナログとデジタルのスティックがついてて、こちら側がね、くるくる回せるっていう。なんでね、これ回すところがいっぱいね、こうあって、ここも回せて、ここも回せて、ここも回せると。何気にこう回すタイプ結構ね、有効なんだよね。マップだとか、あとブレーキバランス、はデフね、F1 の場合デフのね、柔らかい硬いが調整できるっていうのがあって、なんで柔らかいと硬いとかね、マップを上げる下げるっていう、そういうこう、なんていうのかな、上げる下げるっていうものがあると、やっぱり回す方が楽だよね。こうね、回してアップダウン、ね、そういう回すのがね、最低4つぐらいついてるといいよね。これなんかもまあ4つついてるから、これはね、結構おすすめですね。なんでまあ、ファナテックのね、こういう基本的なやつもいいけど、こっちのね、まあ、回すのが4つぐらいついてると、ついてて、まあボタンがね、一通りついてると。で、ジョイスティックがついてる。まあこれ結構ね、完成形じゃないのって思うぐらい、シムではこれは結構ね、有効だと思いますよ。そしてマクラーレンのね、まあ、新しいこれバージョン2っていうものが売られてるんだけど、これバージョン1の方ですね。まあほぼ変わりない。これも回すところが2つついてて、まあ、これは2つだけどね。で、ジョイスティックがね、ジョイスティックが、これは1本しかないのか、ここに。デジタルのジョイスティックが1本。まあ、アナログのスティックはあんまり使わないからね、これでも十分だよね。はい、あ、これね、ちょっと特徴的で、シフトのアップダウンがね、こう、シーソーになってるっていうね、シーソーになってるパターンですね。なんで、シーソーになってると何がいいかっていうと、片手でできるんだよね。あの、アップとダウンが片手でできる。アップ、ダウンは、これをね、押せばいいっていうね。押しづらいけど、まあ、
できなくはないか。できないか。まあ片手で一応できるっていう感じにはなってるよね。で、まあその上下のスイッチがついてるっていうタイプですね。はい。で、同じくね、アナログのクラッチがね、ついてますね。まあ大体似たような感じ。それがまあファナティック。この4つがね、この4つがファナティックですね。はい。そして、F1 のね、このステアリング。これはシムキューブとか、まあ、オープンシムホイールにつけるようなあのタイプのステアリングになりますね。まあ、大きく分けて、まあ、ファナテックとオープンシムホイールっていうね、あのシムキューブとかで使うような USB でつないでもう単体で機能するっていう、まあ、そういうホイールですね。ステアリングホイールになります。で、まあ、ディスプレイはねソフトでコントロールしていて、いろんなね情報とかこのレイアウトもね自分で作れるような感じになっていますね。でこれの特徴は回すところがいっぱいあって、ね、ここも回す、ここも回す、こっちもあって左右ね、こっちもある。でジョイスティックはデジタルが1個ついてて、ここも回るっていうね。でアナログのねボリュームまでついてる。これはあんま使えないけどね。でここも回す、ここも回す、こっちも回せる、こっちも回せるっていうねタイプになっているので、まあ、かなりいろんなね設定ができますね。なんでまあ F1 の場合はここまでたくさん設定することはないけどね。デフのキッキ、ブレーキバランス、トラコン、ABS、燃料マッピングとか、あとまあブレーキングのマッピングとかできるとやつもあるんだよね。あのエンジンブレーキね、エンジンブレーキをより効くようなマッピングとか、そういうマップをいじれたりとかするから、やっぱり上下が多い、回すとこ多いとね、あのデジタルスイッチの、回すやつね、それが多いのは SIM ではね結構おすすめだと思います。はい。でもね設定がちょっとよく分かんなくなっちゃう何設定したかって分かんなくなっちゃうっていうねところはあるかなっていう、はい。パドルはね両方にあって、ここもねクラッチがアナログでできるようになっているというタイプになりますね。はい。これ USB 接続で、ここにね、そうファナテックの場合はここにね、まあ、これがちょっとねなんか いろいろファナテックトラブっててね、まあ、新しい2っていうクイックリリース2っていうのが、これはまあ 1なのかな、まあ、1っていう名前はついてなかったけどね、1のタイプですね。今度2が出るらしいけどね。まあ、SIM キューブの場合、まあ私はこのクイックリリース、SIM キューブ用のクイックリリース、ここもね、クイックリリースもね、いろんなオープン SIM ホイール場合タイプがあって、いろいろね、選べたりもしますけど、まあ俺は SIM キューブのね、ほぼ純正の、クイックリリースをつけていますね。まあ別にあんま外さないから、なんでもいいかなっていうね。でこれがまあ GT タイプで、まあ比較的ね、丸いハンドルがついてて、回すところがこことここと、最低限まあ4つついてるからまあまあいいかなっていう感じですけど、ちょっとねボタンが足りてないんだよね。ボタンがこれね、ボタンがこっち3つじゃん、3つで、まああと上下と、あとなんかね、なんかもうちょっとボタン欲しいなっていう感じもしますし、あとねアナログのねパドルがない、デジタルのパドルだけっていうねタイプになっています。それがね、まあ、一応既存のね、ステアリングホイールの説明になりますね。はい、以上はね、ステアリングの、まあ、機能の説明ですね。で、まあ、大事なことをちょっと言っとこう。あとね、何が大事かって、この大きさなんだよね。K がすごく大事で、ステアリングって。これ一番大きいのかな ?32 ぐらいだと思うけどね。比べてもらえばわかるんだけど、こうね、K がやっぱり結構違うんだよね、これ。このぐらい違っただけでもね、印象全然違うんですよ。これも結構大きい。このね、まあ、上下がないタイプでも、この F1 ホイールに比べて、ちょっと大きかったですよね。GT ホイールの方がちょっと大きい。やっぱね、大きいタイプはね、やっぱりハンドリングしやすい。この円周が長くなれば、同じ角度回す、ね、5度回すのに、まあ、それだけ分ね、こう大きくなるから、動かす量がね、その間がこう細かくステアリングできるってことなんだよね。なんで、素早く早く回すときにはちっちゃい方がいいんだけど、細かい修正をするには
比較的 K が大きい方がいいんですよね。なんでシムノホイールって比較的実車に比べて K がちっちゃい傾向にあるので、まあ、大きいねステアリングを選ぶっていう風にした方がいいと思うんですよ。ただその大きいステアリングを選ぶってことはトルクがね弱く感じるんですよ、おのずとね。まあ、距離が短いからね、テコの原理でね、やっぱ大きい方がさ力が入るっていう感じになるので、トラックのステアリングだから、まあ、でっかいんだけどね、まあ、今はパーステだからねどんな大きさでも実はいいんだけど、まあ、だからそういう意味においてやっぱりこうハンコンのトルクも大事なんだよね。トルクがちっちゃいハンコンは K もねちっちゃい方がこうねフォースフィードバックを感じやすいっていうので K をどんどん小さくする傾向にあるんだけど、本格的になればなるほどやっぱ K は大きい方がいいってなって、トルクもかけた方がいいっていう風になるんで、なんでね試すとわかるんだけど、やっぱちっちゃいこういうね F1 のねステアリングでやった時はトルクはね結構軽めでもいいんですよ。でもやっぱりこう大きいね K のものになってきて、あとねこの周りの重量だよね、イナーシャみたいなこうなんていうの惰性でさこう回った時にこう大きいものが重量あるものが回るから、フォースフィードバックがね結構ねトルクが必要になってくるんですよ。このだから K とこのね周りの重さが大事になってきますね。俺はやっぱりね K が大きくて結構比較的ねこう重いステアリングの方がフォースフィードバック実際に近いかなっていう感じはします。はい、あもう一個ね BMW のファナテックのステアリング今つけっぱなしだな、それはねかなりおすすめですね。比較的ね安い 2,3 万で買えるのかな、まあ、ほぼ円形になってて、で周りがねちょっと重いんでフォースフィードバックの感じ方が若干違うんだけど、それはねかなりおすすめですね。でこれがねあんまりおすすめしない理由は、これ周りがのねこのステアリング、ここのね周りが軽いんだよね。で中心が比較的重くて、なんかねこの感じだと安っぽく感じちゃう。周りがやっぱちょっと重たくて重量感がある、このねファナテックで言えば BMW のホイールはかなりおすすめなんで、俺の中でファナテックを買う人がいるとすればおすすめのホイールは、まあ、このタイプだね。これはまずおすすめ1個持ってるべき。でもう1個は WRC のね、まあ俺持ってなくてちょっと使ったことあるんだけど、 WRC のね円形のホイールがあるんだ、それもいいと思いますし、それかまあ BMW どっちか、丸いステアリングとこの F1 タイプ1個ずつ持ってればまあ十分かなっていうふうには思いますね。まあオープンシムホイールの場合はまあ俺が言うまでもなくマニアな人が多いんで、まあ俺も なかなかね試行錯誤中ですね。まあ、ファーテックで明らかに言えるのはこれはもう完成形、これマジでいい、このタイプね、このタイプはすごくいいと思います。あとはもう重いのね、これはちょっとあんまりおすすめできない、この周りが軽すぎて、使ってる人もねだからあんまりいないと思うんだよね。なんで BMW か WRC のマイルドルとこれを持ってるといい、先にまあこれ買えばいいかなっていう、まあどっちかな、だから箱車にいっぱい乗る人には BM のホイールはマジでいいね。ただボタンが少ないんでね、なかなかレースとかになるとやっぱボタン多いとすごい有利なんで、まあこれになるのかなっていう感じですね。はい、ということでね今日はまあちょっと持ってるホイールのね説明を、スタイリングホイールの説明をしてきましたが、まあいかがだったでしょうかね。ちょっとねまた改めてねこの新しいコツホイールの開封もねやっていきたいと思います。はい、ということでね今日はこのぐらいで、またね、これやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。